よし、ゴールだ。今日の授業は楽勝かも。 100m 泳ぐだけでいいなんてちょっと物足りないくらいだよね。あれ、向こうで海ちゃんと小鳥ちゃんが何か言ってる。ちょっと聞いてくるね。また海ちゃんに怒られてしまった。 100m じゃなくて 1000m 泳がなくちゃいけなかったんだって。ちゃんと先生の話を聞きなさいって言われちゃった。反省してます。考え事とかしてるとすぐ頭がいっぱいになっちゃうんだよね。落ち着きがないのかな。新曲をどんな感じに歌おうかなとか、振り付けをもっと元気な感じに変えたいなとか、いろんなこと考えちゃうんだ。さっきはね、今度はあなたとどこにお出かけしようかなって考えてたんだ。言っちゃった。あ、恥ずかしい。また遊びに行こうね。じゃあ残りの 900m 泳いできます。